どうも、ヨネです。今日は、この間、今日こそサーフィンっていう動画で、帰りに、夕焼けが結構綺麗に撮れたと思うんで、ちゃんと車載マウントしてみたいなと思って、Amazon で、いろいろ買ってみました。これ買う、こういうの買ったんですけど、こういうの買う前に考えたのは、その動画自体撮ったのは、トップハンドルをこっち向きにつけて、で、サンバイザーにこう、スッとこう入れただけで、これでもサンバイザー落ちてこなかったんで、いいかなと思ったんですけど、これカーブとかで、こう揺れるんですよね。まあ高速道路カーブないからこんな揺れ方はしないけど、この水平が動いちゃうっていうことで、こういう適当に置いてあったダステがあったんで、で、これもなんかこれ多分こういうネジ、スチールラックとか買うと組み立てるためについてくるネジだと思うんだけど、これちょっとなかったんで切りましたけど、これをここにこうつけて、こうすればここが天井に当たって、こうサンバイザーに当ててもこう横揺れ抑えられるかなと思って、これ滑り止めにマジックテープの硬い方つけたりして、これまだ試してないんですけど、でもこれ、まあ、これもさっとできていいかなと思ったんだけど、それするよりもこれ吸盤でフロントガラスにドライブレコーダーみたいにこういう吸盤、自由運台なんだけど、ちょっとこのボールにしましまがついてて、多分ずれないように結構動かすとゴリゴリ音がする感じの自由運台がついてて、で、この吸盤もペタッとつけて、これをキュッてやるとこの吸盤がこうヒュッとより圧力を抜く、空気を抜く、より密着するようになってるやつ。これならいけるかなと思って、まだ試してないけど、で、これだと、そう、こっから考えました。これだと、こっちガラスにつけて、こう、これ4ネジだ、三脚ネジだから、こうつけらんないじゃないですか。で、こうつけちゃうと、ダッシュボードにこうやって置くんだったらいいかもしれないけど、これやると視界の妨げになっちゃまずいんですよね。場所によっては車検が通りづらいとか、まあこんなカメラダッシュボードに乗っけたまま車検の出さないけど、っていう話も聞くし、で、ここにどうやってカメラをつけるか。これは付属してるやつ。この三脚ネジ付きの GoPro マウントみたいな。これはこれと一緒にくっついて、多分これで GoPro とかアクションカム系マウントできますよみたいな。で、これはまあ、これ2つついてて、これが2つ。これでセット。これをつけたいから、この、こっち、ホットシューにつく、四角いやつ。これ4つ入り。4つ入りで売ってました。使うのは、これ1つ。1つは、このカメラのホットシューにつけて、片っぽを、こっちに、つけて、で、こっ
縁にこれをつけて、どっちもこれじゃつかないじゃんと思いきや、これを回さないでギュッてやると、こうナットが取れますと。そしたら、これをこう組み合わせて、こうしちゃえば、あら、これでフロントガラスにつくんじゃないですか、これ。これ、あんまりこの、ぶら下がりすぎて、邪魔だったら、ここを角度をこう変えて、こんぐらいだとしたら、こっちの自由運転の方でこうして、こうすれば高さも外位置にこうやってつけられるじゃないですか。これどうすかね。これ今 ちょっとまあ予想通りというか、ここ今こうナットが入るためのこの枠が邪魔で、ネジが届かなかったけど、3本出てるうちのこの一番端っこのこの厚みがあるところをごとこう根元からこう切っちゃって、これ2本にしちゃえば、こういうこれね、カメラ側本来に2本だからね、要はこういう状態にすればこうネジ届くと。で、これも、こっちは3本ついちゃってるから、ここを切っちゃって、2本にすれば、ネジが届くと。もしこの吸盤が、ちょっとフロントガラスには、もしこの吸盤だと邪魔になる場合は、こういう、これ多分自転車のハンドルとかにつけるやつだけど、こう開くんですよね。ルームミラーの足とか。で、ここでギュッてやって、で、ここ三脚ネジだから、こうつけて、ルームミラーのところにこう引っ掛けて、ここも自由運転みたいにこうなってるから、これどうすかね。ちょっといろいろやってみます。運転の妨げにならないポジションを探して。どうかな。やっぱ夜の方が綺麗なのかな。この前海の帰りの時はたまたま時間が良くて、こんな綺麗な夕焼け撮れたけど、あれ遠くに富士山見えてよかったな。よくあそこバイパスだったから降りられないっていうか、脇道がないんだけど、近くでどっか車止められる場所あったら写真撮りたかったぐらい。あの日は綺麗に富士山が見えた。まあそんな感じでやってみましょう。